第4問。2019年にはクリテリウムスペシャルチームでも参加し、まさに常連ともいえるネイサン・ハース選手ですが、選手の滞在ホテルの近くにあるお弁当屋さんホットモットにてよく目撃されています。さて、そんなネイサン・ハース選手のホットモットで最も好きなお弁当の種類は、1. 海苔弁当、2. チキン南蛮弁当、3. 海鮮天とじ丼。